ユダヤ資本、それが何かの方向を変えたということはあり得るのか？それは今も微妙によくわからない。理解としては太平洋戦争の反省から、とにかく面倒に払う、そういう傾向があって、それが平成の文化を極端に悪化させたかもしれないが。アートスケール、その導入は、そういう傾向に対して、何かの変化を起こすわけだ。今までなら払ってもらえたものが、払ってもらえないとき。それは道理か、それとも横暴？あなたの作品は30点以下なんで払えません。そう今までなら払ってもらえたものに言われるとき、相手の反応、それは果たして。作品のクオリティを、そのスケールに合わせて改善すればいいだけだが、そこに思想？ヒットラーは、アートスケール、その前で、反省し、改善する、そういう変化をしたか。あるいは。何かの試練？